この絶叫を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。それではね、早速任天堂のソフト、久しぶりのね、もう長きに長きにわたりずっと放置をして埃をかぶっていた大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、今回からちょいちょいね、復活していこうかなと思っておりますね。なんでね、あんだけなんだっけ、 Wii U だっけ、そのあれ Wii U の次に出たのが任天堂でいいんだっけ、あれ、うん、まあいいや。昔のねスマブラではね、だいぶゲストを呼んだり、いろんな方々を呼んで、ガチ部屋というものをやって、だいぶ盛り上がっていて、僕も大好きだったゲームなんですけれども、なぜ生放送じゃない、実況を取らなくなってしまったのかと言いますとですね、私のメインのリンクがですね、代わりに変わり果ててしまって、別キャラというような、操作性、動きになってしまったこのリンクのせいでやめました。一時期そのせいでやめました。だがしかし、私の実況に出ている、レッドデビルがいたじゃないですか、昔の。はい。あの方がですね、いや、リンク変わっちゃったけど、コリン変わってないよ。との一言。その一言でですね、使ってみたところ、まあ、俺がいつもメインで使っていたリンクのリーチではないけれども、まあ、同じような動きは可能ということで、爆メテもできるし、まあフックショットで敵を掴むことも可能ということで、まあちょっとねやってみたいかなと。9レベルに対してどこまで動けるか。よいしょ。あとね、コントローラーがね、任天堂のさ、なんか、おう、そうだよ、操作性がよ。なるほどね。うん、確かに動きは変わんないけど、なんか重くなってる気がするよね。お、自分で当たっちゃったよ。難しいな。そして見にくいステージだね。そこでブーメラ引っかかってくれるか。なんだこいつ。本当にこいつ9レベルか。あ、ミスった。もっと痛めつけてもらえる。あーちゃー、待ってーちゃー、あーちゃー、また死ぬわけにはいかない。昔と同じ動きできないな。お、え、なんで、おい、本当にこいつコンピーの9レベルか、大丈夫か。あれ、ミスった。あ、普通今のプレイヤーだったら結構確定入れてたんじゃないかな。ほら、爆滅できるのよ。こう、あ、いやー腕下がったな。でもまあ同じ動きはできるけれども、やっぱなんか違うかな。あれだね、リーチが違うからね。あ、何も違う。そういうことするんだったら俺も遠距離で行くからな。そういうなんかリーチをなんか 俺に向けてそうやってやってくれたったら、俺も飛び道具が、あっあっ、なるほどな。もう物理で行くんだったら俺も物理で行くで。ほう、かましてくるな。おお、そう、ワンツー回転もできるんだね。ああ、すぐ撃つんだね。プレイヤーと違って。あ、爆弾持ってた。コンピニア勝ちたいところ。あーうち。お。あ、ちょ、なんで俺9レベルといい勝負なんだろう。やだな。昔は9レベルなんて2対1でも勝ってたのに。あー、まだいけない、大丈夫、俺はいける、頑張れるわーい。127の火力は強いな。飛べや、飛べ、いっ
いっちゃ待って、火力やばい、早めに倒さないでくれ。きついぞ、飛んでけ。逆だった、よし。いやきつっ、ちょっと今集中しちゃったけど、ごめんね、言葉が出なかったね。うっそやろ、ブーメランの音かよ。範囲がねえんだよな、剣のリーチがよ昔と違うんだよな。おお、ちょっと集中していくか。ああ違う、よし。いやまあ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 、ギリチョンでなんとか9レベにいやギリチョンで9レベかよ、しかもガチになれないと勝てないのかよ。あのガチになるとさ、言葉が出ないのよあのね、うちのねゲストに出てくるあの僕の弟、血のつながってるガチな弟のカズキでさえさ、あの集中するとあいつ無言なのよねやっぱ兄弟は似るんだろうね。じゃあちょっと次2番でのソニックでちょっと腕試していきたいかなと思います。まあ今回はね、あの復活動画ということで、まあ自分の PS がどこまで落ち果てているのかまあちょっとね、あのコンピューター9レベルを使ってね、ちょっと検証という感じの動画になりますけれどもね、ちょっとお楽しみください。プリンか、しかもさ、ソニックさ、ダッシュ攻撃が回転じゃなくなっちゃったんですよ。あと昔となんか同じような動きができないんだよ、なんか重いんだよな。前もっと俺機敏に動いてたと思うんだよ、俺の指はどんな動きをしてたんだろうか。うん、あれこいつ本当に9レベルか、大丈夫か。ソニックまだ俺昔の動きできてない単純な攻撃に引っかかってくるもんな。お、じゃあすぐそこで決めていく。あとコンフィってなかなかね、あのフェイント効かないのよ人には効くんだけど、プレイヤーには効くんだけどさ。あーっと9レベルだね9レベルだね、ちゃんと。あれリーチで負けた、今俺リーチで負けた、プリンに、プリンにリーチで負けた俺今。ソニックどんだけ腕短いの、ね、そうだよ、頑張るぞ。もう逆転されてますからね、バカ。連打なら負けない、いやいや、なんで当たりに行った。なんかな、コントローラーがあれなのかな、あれなんですよ今、もうコントローラーさ、キューブ自体のコントローラー高いからさ、新しいコントローラーになれようと思って、あっちょっとよいしょい。この頃任天堂さんが初代のアットレーションダイクコングラトレーションピョーン連打なら負けませんって。嘘やろ。回転でも負けんのか。そう、リーチでも負けて、回転でも負けて、ソニック台無しじゃねえか。おいしょ。あっ、こいつふわふわしやがって。あっ、うまくね、今の後ろ蹴り。最初は9レベルか悩んだけど、こいつ本当に9レベルだわ。大丈夫だった感じの攻撃が当たらなくなってきた、なんでだ。くそ、フェイントしようにも完璧だしな。フェイント食らったわ。はい、
えい。いやーきついなー。こっから逆転か。まあできることはできるな。いやいける、いける。うん、あのね、人と違ってね、コンピューターって性格がないからさ。アミーボだったら性格出てくるんだけどさ、ちょっと戦いづらいな。動きが読みづらいというかな。危ない、やべ、見つけた。大丈夫、今後やと、アウチコンボができない。よいしょい、歌いすぎたんだよ。疲れるな。イエーイ、ウェイ。うん、腰マッサージは効く。まずい。よし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 、なんとかなんとかなんとか、またギリジョンだけどなんとかまたギリジョンだけど、ところどころちょっと本気になって向こうになっちゃいますけれども、まだまだコンピには負けないだいぶブランクあるけれども、いやきついな。これオンライン対戦行ったら多分秒で俺負けんじゃないかな。まあちょっとね、今回はとりあえず PS を今どこまで落ち果ててるのかという動画なんでね、まあ、ちょっと見苦しい動画となりますけれども、ちょっと僕のねメインキャラクターをあの紹介させていただきますね。はい、とりあえず僕は、リンクとね、クラウドと、ソニックと、ルカリオ、クッパかな、あと他なんかいたっけ。あ、クラウド使いやすいな、使いやすい。ほう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 、やっぱベアネッタはあれ危険だな。ほうよっよっ、よしよいしょよいしょ、おっと、まあ当たんねえよな今の攻撃な。よいしょ、それ当たるんだ。おお、ダメージ的に負けている。ほい、だが私の意志は負けていない。大丈夫、うーん、ダメだ。あー、クラウドどうだろう。クラウドで一負けしちゃうのかな。黒星になってしまうのか。届く、いいねー、範囲いいねー、コリンとは全然違うわ。よいしょ、先読み成功。あ、待って、めっちゃめっちゃミスったぜ、畜生。当たるんのかーい、クラウド強っ火力とリーチでゴリ押してる気がする。あう、当たるな、これ惜しくない、当たる。ほい、よいしょ、いいんじゃないんですか。いくそ、よいしょ、おら、おう、フットバン、おっお、難しい難しい、うん、せ、うん、まだまだよいしょい、入った、よし、なんかクラウドが一番いいんじゃない3番手のクラウドが一番いいんじゃないまあ、クラウドの動き単純だからな、投げ物もないしな。まあソニックの方が単純だけどなリーチがあれなんだよな。
ソニックはね PS がないと本当に動けないからね。あれね、さてと次ちょっとルカリオ行きますか。とりあえず全キャラ自分の愛用キャラを使ってみて、どれが今一番使えるのか試して、まあリンクをね頑張ってね、あの復活させたいんだよね個人的に。おっ急だね。およまだゼロダメだぞ。さっき発見成功。ウェイ、おー来る。おっ、おー何だ、違う違うんだよな。空中でジャック攻撃してからすぐに下がりたいんだけどさ、ミスった。アウチ。ナイスタイムウィング。抜かれダメっぽいな。今こいつアピった、気のせい。エンド、ちょっと残念かい。どこまで行くね。よいしょ。あ、マジか。くっそ、昔と同じ動きがなぜできない。なんでだろう。はい、いらっしゃい。しっ、もっと弾が出たければできるんだろう。おっ、よし。まあダメージがね指摘されれば向かうよ。強いからー、黙ってねえぞ。あっ、当たんねえか。おっ、いい動きすんな。あ、まずい、大丈夫。あっ、カウントするべきだった。うん、おっしゃ、よし止めた。うわ、やっちゃう、なんとかなる、ちゃい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 、大丈夫、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。強烈には負けてらんねえぞ。負けてるぞ。うわって決めるね。え、なんでいや、まああるよね、ある、そんなことは。とりあえず、うん、ルカリオ勝つだけ、ルカリオ勝つだけだな。次クッパかな。いやー腕下がってんな。他に、あ、ジョーカーもねちょっと個人的に使いたいと思ってるキャラクターなので、ちょっと最後の方に使っていこうかなと思って。あれはポチッとな、ポチッとな、オッケー。いやーこいつかロゼットだっけな。やばい、待て待て待て、クッパの使い方忘れた。重くね、なんか前より重くね。星邪魔、よいしょ、よいしょ、よいしょ。当たんのかい、当たんのかい。ほう、おお、うまい。おお、待って、まあでも横には進むからな、クッパはな。ほう、お、大丈夫、なんとかいける、いける、クッパだ、よし。おっ、よーし、なんとかなんとか、まあ先手は取れたでしょう。待て、うわーマジか、先手は取ってもこれは意味ない。おいしょ、よし、くそ、これは上がれねえ。あっ、
大丈夫大丈夫大丈夫、ここから逆転するのはこの私ですからね。クッパは奇跡を起こすからね、俺のクッパは奇跡を起こすから大丈夫、みんな見てて大丈夫、なんとかなるから、なんとかほ、あ、なんとかしてみせるさ、大丈夫、俺のクッパは無敵に近い。死亡フラグ立ったな、うん、完璧ださあ、行くぞ、頑張るぞ、はっ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 はよいしょ、大丈夫、クッパ、俺のクッパなら、俺のクッパのケツなら、よし大丈夫、いける、当てるな、ゆっくり当てるな、大丈夫、大丈夫、なんとかなる、なんとかなるから、俺のクッパなら、なんとかなるから、大丈夫、みんな安心してみてくれ、よいしょ、大丈夫、俺のパターン来てる、俺のパターン入ってる、俺のパターン入ってる、大丈夫、いける、俺のパターン入ってる、そう、いける、ほらな俺のクッパは奇跡を起こす昔からの名言だね、火力がバカ高いからさ、当たれ勝てんだ単純な動きだけれどもね、あ、当たりは強えんだこいつでもまあね、当たるまでが難しいんだけどね、うん、攻撃をね、うん、でかいしな、動く的って言われてますからね。それではジョーカー使っていきましょうか。いや、まあ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 、食ったら奇跡を起こせるのは、まあ、いつものぐらい変わらずよかったわ、うんうわー、リュカか、ジョーカーのパターン忘れたな、いきなり30ダメージちょっと頑張っていこうかな。お、俺もピケファイヤーでいったんな。あー、なんか動き生まれてね、レベル完璧に、そう、危なっ、範囲広いね、範囲広いね、ほい、よいしょ、いい感じ、イエー、おお、危ねえ、はい、はい、集中しちゃってる、ごめん食べれてなかったね、ワンパターンになってた、今ね、よいしょ、それで勝ち行きたいな、どこまで来ると無理です無理です、しょったじゃない、調子乗ったとしゃしゃったが混じってしょしょったになっちゃったしょさってなんだ、でもやっぱ動きやすいね、ジョーカーね、おお、俺のターン来た、よいしょ、よいしょ、ジョーカーが一番使えてんじゃねなんかね上手くなろうと練習してて終わったキャラクターで、まだ俺的に完成していないキャラクターなんだけれども、うん、使えるな、やっぱジョーカーかっこいいよな。というわけでね、じゃあちょっと今回はここら辺で終了していきたいと思います。次回からはね、ちょっとガチ部屋に、あ、ガチ部屋じゃない、ガチ部屋ないんだよな、うん、ちょっとまあオンラインで戦っていきたいかなと思います。まだね、あのバンジョーとかね、そういうのもまだ課金してないんですよ、うん、一応勇者はいる一応勇者はいる、うん、
ただね、こいつ、俺的に微妙なんだよね、うん。こいつもリーチがあってだいぶいいんだけど、使い勝手いいんだけど、あんまりしっくりこないんだよね。うん、あ、やってなかった。ごめん、忘れてたよ、ガノンダロフ。ごめん、忘れていたよ、僕のガノンダロフ。君の右手は臭い。OK。さあね、こんな感じで行きましょう。足草キック、足草パンチ。足草パンチってなんだ。臭い、私のハンド。あ、ああ、パターン入ってる、パターン入ってる、パターン入ってるよ、パターン入ってるよ、パターン待って、パターン入ってる、パーフェクト。おい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 、ごめんってガノン、マジで。通り回って聞こえるよね。よいしょ、通り魔、通り魔です、通り魔です、あなたの大好きな通り魔です。よいしょ、大丈夫、当たる、うん、ダメだこれ。よいしょ、届く、よいしょ、いやー、さっきよくもストレート勝ちしてくれたな。よいしょ、ほい、僕負けない。そこで、そこで、なるほど、復帰できるかな。気持ちいい。プレイヤーだったら今間違って後ろにね、よいしょ、なんか避けたりとかすると思うのに、ちょっと軽く強いな。ガロン強キャラと言われてるだけはな。おお、おお、おお、マジか。おい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 、うん、上がれる、大丈夫。はい、ショルダータックル、はい、クロリンパ、おう、ショルダータックル、クロリンパからの、うん、クラウ。あいですよね、うん、ガノンも脱落。やっぱガノンドロフはね、レッドレベルさんに任せましょう。指差し怖いか、お前。まあね、最後ね、バッドエンドとはね、なりましたけれどもね、今回はここら辺で終了していきたいかなと思いますので。ね、昔から使ってるね、ピットもいるんだけど、ピットは絶対どうせ使えないから、うん、どうせ使えないから、俺。メタルナイトは昔は使ってたんだけど、使えないだろうし、ロイもね、僕的には結構しっくりくるキャラなんだけど、どうせ俺また使えないから、うん、急レベルに負けるのは、うん、精神的に来るので、ここら辺でやめておきます。それではね、次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。